ギルバート・チャールズ・スチュアート、ギルバート・チャールズ・スチュアート、1755年12月3日から1828年7月9日は、現在のアメリカ合衆国ロードアイランド出身の画家。アメリカにおける最初期の肖像画家と考えられる。生涯において6人のアメリカ大統領を含む1000人以上の肖像画を描いたが、彼の最も有名な作品は、 ジョージ・ワシントンを描いたものであり、それは19世紀から20世紀初頭の合衆国切手や現在の1ドル紙幣にも使われている。現在のロードアイランド州のニューポートで育った。スコットランド生まれの画家、コズモ・アレクサンダーに絵画を学び、1771年にアレクサンダーとスコットランドに渡った。翌年、エディンバラでアレクサンダーが没し 画家として仕事ができなくなったため、ニューポートに戻った。アメリカ独立戦争とそれに伴う社会的混乱は、アメリカでは、絵の注文を受けることが困難になったので、ジョン・シングルトン・コプリーらと同じように1775年に、イギリスに渡った。ロンドンでは6年間、アメリカ出身で後にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの会長となる、ベンジャミー・ウェストの下で学び、 1777年に王立美術院に初めて出展した。1782年にスケーターを描き、ジョシュア・レノルズやトマス・ゲインズ・バラといった有名作家に次ぐ賞を受賞し、画家として成功した。多くの絵の注文を受けるようになったが、経済的には多くの債務を抱え、1787年にはアイルランドへ逃れ、ダブリンで画家として働くが、 再び債務から逃れるために1793年にアメリカに戻った。アメリカに戻った後、フィラデルフィアにスタジオを構え、当時のアメリカ合衆国の重要人物の肖像画を描いた。ワシントンの肖像をいくつか描き、その中には一ドル紙幣の図案のもとになったものや、ホワイトハウスの壁を飾っている1812年からの米英戦争でイギリス陸軍によって、 首都ワシントンが陥落し、大統領府が焼かれた時に、マディソン大統領夫人が守ったという異話のある、肖像画もある。1803年にスタジオをワシントンに移し、1805年には、ボストンに移った。生涯に1000人を超える人物画を描いた。1824年に、脳卒中を起こし、麻痺する体になり、痛風に苦しめられたが画家として働き続けた。 72歳で、ボストンで没した。ありがとうございます。